何？楽しませろ。さあ来い。油断せず行こう。情けない。血がたぎるぜ。ぴょん。やったぞ。他の教授、なんという生命力だ。じゃ、息子ロディ。父さんの名前、なぜあんたが俺のエターナルを。どういうことなんだトゥルク。あの目、そのようなことが。トゥルク、俺のトゥルク、もっと間に合ったようだな。ギルガンロ、どうしてここに。解釈。こうして俺たちの任務は幕を閉じた。アストリッドとミアシアはかなり疲労していたけれど、大きな後遺症もなく数日で動けるようになるそうだ。姿を消したガルガはメリザンテへも、それでメリザンテのもちろん誰もぞ。というわけで、ガルガは我々フィンお兄ちゃん、ルーサー団長が北部遠征から。牽制ドゥルク。私だね。俺は西方を旅している者。魔法学者カレンね。私は親魔法学者。めぼしいエルフ。またおかげ行くわよ。コテスト、ユウタ。はい。やっ。やっ。力が足りないぞ。やるな。せい。やるな。まだやる。折れてしまったみたい。はっ。
なかなか面白い戦いだった。ねえ、あなたたちといれば。総員、止まれ。ほう。この舞台に戻った甲斐が。最近気づいたのだが、ティオの作る料理は種族ごとに具材が少々異なる。その中でも私はカラフルなお菓子が好きだったな。ティオがこれだけ。ティオほどじゃない。お姉ちゃんは料理か。よかったの。まだいるね。乗り込む。はあ。や。申し訳ございません。これ使って。ウルグロワリア剣術。よっ、楽勝でしたわね。次に進みましょう。貴様、これでどうだ。ユーザー、シャやっ、やるな。ここは私が。ことは言わぬ。力が足りないぞ。一瞬で片付ける。うん、今の感じだね。貴様らを始末する他にもう一つ手があるぞ。これでどうだ。ピョン。はっ。はっ。うん、今の感じだね。ここがナシェル村。
なかなかいい城塞都市って言うから、もっと要塞みたいなところかと思ってたよ。二周期前のゴーマ説で、魔族の侵攻を止めるために城塞化したそうだが、思ったより生活。失礼、その鎧、リグランド王国赤竜騎士団のものとお見受け。急な来訪、失礼いたします。私は隊長のリュドミラ。こちらには任務遂行のための、ハイメリア城塞騎士団の方とお見受けしますが、よろしければ団長ど。かしこまりました。しばし待ちでお待ちください。では。お姉ちゃん、分からん、多分リゼと隊長、他の者も準備が整いし、フィン。はい。ほう、魔法極秘ですが、石ですが、このハイメリアには、おそらく神秘池に主に魔族が使用すると言われているが、その黒魔ナシェル、つい先日あの村の惨状はそういう、現在捕獲したエルフたちから黒魔術の習得経路について尋問中です。かの魔法学者カレンなのではないかと考えております。なんということだ。そんな、ひょっとしてカレン何か。あなたたち、あいつをぶった。こんにちは、ビー。ほら。総員、止まれ。は？せ？せ？またさあ、今日これでどうだ。乗り込んだ。はは、っせっせっ、犠牲はつくものだ。もっと頑張らないとだね。さあ、はっ、下がってろ。ここまでか。下がる。やっ。まだやって。なかなか面白い戦いだった。これが、よ、特に。だが、モンスターの気配は、アジトというからには。貴様ら、まだいない。ぴょん、負けないよ。やるな。はっ、勇者は浮かせ。やるな。一瞬で片付ける。やるな。やるじゃねえか。はっ、私にはまだ早かったか。ほらよ。落ちる。やっ、派手に行こうか。勝利をつかむぞ。これが渦潮の摂理だ。